あれだもんね、ユーハの初日は、ユーハだけだったもんね、3期。そう、一人だけだっねえ、た。緊張するわ、それ。ユーハ、緊張。うん。もっちゃんがもっちゃんがいたん。いたから、なんとか、3期がまだいるから大丈夫、みたいな感じだったけど。緊張だわ、それは。そう、緊張した。けど。なんかでもそれ、だけど、すごい、あんまり、もうド緊張ではなかった。なんか、私もね、最初の頭3曲を終わると、もう楽しみモードにバーンって入るから、そう。そこがそね、こで乗り何越えもなたけら。ればもう多分大丈夫だわってなるんだよね。あれが楽しいよね。第2部は。テンションが上がる。27って来週？来週の土曜日？お。なんか明日が20日だから、そうだね。そう7だね。日後。おう。久しぶりのリバイバル。1ヶ月以上出てないかあ、そっか。ら。前回から。なるほどね。そう。そうなの。だし、いや、1回、夜公演だけだったから、2回公演やってない。ああ。そう。だから27経験は昼値。も夜も？うん。ゆい、お昼だけなの。あ、そうなのか。うん。夜はマッシーさん。そう。セなるほ誕ど。祭があるから、そうそうそう。そうだ、そうだ。そうなんですよ。頑張ろう。2公演。2人だけでお出かけしたことは、2人でご飯行ったことはあるけど、お出かけっていうお出かけはないかそうだね。ない。意外とないよね。そう、レッスン終わって、レッスンとか撮影が終わって、ちょっと時間あるねってなって、その、レッスン付近でご飯、周辺でご飯食べるとかはあるけど、なかなか一緒にここ行こうみたいなのはないよね。ないね。なんか、でも、ラーメン部の3期3人のロケの合間に、なんか、みんなで なんかね、ちょっと時間があったから、プリクラを撮りに行ったりとか待って、一つ言いたいことがあるよ、その件で。何ですか？申し訳ないんだけど、プリクラ2枚持ってる。あ、なんか、あったね。多保分存ね。す。そう。また、なんかわかんないけど、これじゃあ1枚は、なんかするねって言ったんだけど、なんかわかんないけど、2枚持ってた。そう、ずっと言おうと思ってたんだ。ごめんなさい。あ、全然。その時、ね、その時のさ、なんかプリクラって QR コード読み込んで、無料で1枚画像をダウンロードできるんですよ。皆さんご存知ですか？最近のプリクラちょっと私ついていけないんですけど そうなんか、1枚だけ保存できますよっていうシステムがあるんですけど、ユハが保存し忘れて 1枚も手元に ラーメン部の3人で撮ったプリクラがないんですよ すいません。だから、でちょっもと、ね。全然、保存できなかったことはいいんですけど、じゃあリベンジしましょうっていうことなんですよ。そう。でも多分そのプリクラ2回目のプリクラだったかな。ラーメン部で。ああ。見せたい。
QR コードだけ隠せばいけるか。あっち、あっちにあります。ありませんでした。この場には。手元にありませんでした。え、あるよ。何行こうとしてる？多分すぐ出る。皆さん、見たいですか？三人の。その時にあれ食べたんだよね。マテリアルカフェの、そう、お芋だもん、お芋だもん。みんなで食べて。楽しかった！楽しかった。ちょっと探してこよう。え、あ、ないかな。この前で片付けたんですよ。ちょうど。あ、あった。ありました。あったそうです。あ、あったっていう声が聞こえました。そう、あ、あった。もう可愛いですよね。少々お待ち。もうね、なんか興奮した。テンション上がったユーハの声でもなんか癒されるんですよね。皆さんわかりますか？ダックス効果がありますね。これ同じか？ありました。あ、違うの。いや、プリクラと今のこのさ、何もしてない顔が並ぶのってすごい怖い。あ、ちょっと待って隠れよ、隠れ。どうですか？やだー。漏れてる。あー、ピントが合わない。かわいいでしょ。ピントが合わなくて何もわからないです。大丈夫です。きっと。ま、こんな感じのプリクラを保存するの忘れてしまいました。はぁ。だからまた行けば。オッケー。うん、また行こう。また一緒に新作のリップ買いに行こうって話とかもあったので、なかなかまた時間が合わなくて。そうですね。そうなんだよね。行けなかった、行けなくてね。なんか3人、そのラーメン部3人で同じリップを持ってるんですよ。その時もね、一緒に買ったよ。そう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 。あ、この時に買ったんだ。あ、違う。違う、そうかも。この1個、どうなんだろう、1個前のやつ。そうね、なんかその3人お揃いのリップの新作だったんだよね。同じメーカーの。うん、なんかさっき40分って言ってたけど。うん、もう50分。早っ。だから、スクショタイムをして、壇上読んで終わりって感じか。そう、なんかさ、コラボってさ、うん、電話みたいな感覚でさ、話しちゃうからさ、うん、時間がずっと喋ってられる。めっちゃすぐ過ぎちゃうね。うん。じゃあ楽しい。はい。どんなポーズがいいか、皆さん。あ、わかった。じゃあ、フライデーなので、フライしてください。ありがとう。私はバタフライなので。そうだ。あ、かわいい。やだ。なんか全然言うのかわいくないんだけど。どう、角度の問題なのか。全然可愛くない。どうしたらいいの？どうしたらいい？なんかちょっとこうすればいいんじゃない？こう？あ、手が痛い！羽っぽいじゃん。手が痛いよ、これ。あ、いいよ、いいよ。じゃあ次はラーメンにしましょう。イエーイ。ポイシー。
パネあとなんかしますか。あ、ハート作りますか。ユーナのポーズは。ユー、あ、カニ。カニ。上手。上手。おい。おい。今の一瞬でスクショ撮られてたらどうするんだよ。こんな感じです。あ、スカッシュね。そうなんだよね。あの回、七之助さんの回で、うんうん、北村ライオン VS 釜木本の戦いが、ね、リターンズされましたよね。はい。それでクスクスしながら、釜木本だとか言いながらこうやってやってましたから。気づいた方いますかね。そう、ニヤニヤしながら、あ、釜木本と北村ライオンじゃん、これ、とか言って。こんなまたすぐ戦うとは思わなかったよね、とか言ってクスクスやりな、言いながら、戦ってるんですよ。そう。あのニヤニヤはそういうニヤニヤです。そうね、そうだった。続編でした。ありがとうございます。それでは、壇上を読みますか？はい。壇上ってどういう感じで読んでるんですか？コラボ配信の時。こう。え、うん、うん。その間に変わっちゃうとあれから、ダーって13位から1位まで読んで、どっちかが私読む？うん、では行きます。13位カオルコーポキ、ありがとうございます。ありがとうございます。12位マササトーポキ、ありがとうございます。ありがとうございます。11位音速の貴公子ポキ、ありがとうございます。ありがとうございます。10位ダッチャンポキ、ありがとうございます。ありがとうございます。9位埼玉のリュウちゃんポキ、ありがとうございます。ありがとうございます。8位、ディアマポキ、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、突破キューポキ、ありがとうございます。ありがとうございます。6位、クニポキ、ありがとうございます。5位、ヒロイチポキ、ありがとうございます。4位、エヌーポキ、ありがとうございます。3位、カテヤマポキ、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、ユウキポキ、ありがとうございます。ありがとうございます。1位、マコイモポキ、ありがとうございます。ありがとうございます。では、ゆははいつも三呼びなんだけど、なんかないかな。パネーじゃない。だから、なんとかパネー、ありがとうございます。え、なんかないの？ないんだよね。そう。じゃあ今度決めてまた次の配信の時に披露しよう。うん、そうしな。うん。今日は3でいく？今日は3で、おじさんの3で。あ、そうだね。はい。いきまーす。やへさん、ありがとうございます。あ、間違った。なんだって間違えちゃった。13位、やへさん、ありがとうございます。12位、ギバさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位、イチオールさん、ありがとうございます。10位、ノクンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位、テレテルモさん、ありがとうございます。8位、ヒデヒデさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、マユさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位、タムちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、ノーネームさん、ありがとうございます。4位、はやかぜさん、ありがとうございます。3位、みやさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、エヌさん、ありがとうございます。1位、まこいもさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位、一緒なら一緒に言えばよかったね。そうだね。まさかの。ね。今回もたくさんコメント、ゲストありがとうございました。ありがとうございました、こちらこそ。こちらこそじゃない。こちらの方も。こちらの私のルームの方もありがとうございました。日本語って難しい。面白い。日本語って難しいよね、やっぱり。うん、難しいです。いや、もう。ちょくちょく言ってる。なんか、ミナノ州と、
皆さんが混ざって、皆のどもって言っちゃって。てか、皆の衆と皆さん、どこも、どうもなしね。なんだっけ、なんか混ざって、皆のどもって言っちゃった。あ、物ども。そう。物どもと皆さんと皆の衆全部合わせて。全部、皆のどもは、あ、ごめん。日本語難しいよね。そう、日本語って難しいよねっていう。漢字読める漢字？うん。なんか読める？コメントとかで来る漢字、うん、さあ、読めないのとかあるとさ、あ、難しいな、日本語ってって、そのたんびに思うんだよね。わかる。なんか読めるんだけどね、意味わかんないのがあるな。皆さん、みそたまりの皆さん、読めてるかもしれないけど、もしかしたら意味わかんないで読んでるです。読んでるです。また、難しいね。難しいんですよね、本当に。ありがとう。ありがとう。5月のコラボマウスに参加してくれて。コラボマウスに聞こえた。英語も難しいよ。ねえ、やだ、笑わせて。あともう数分しかないんだから。あ、今日も一日お疲れ様でした、皆さん。お疲れ様でした。皆さんもありがとうございました。このうるさいやつが、いつもの配信。KMTの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。うるさいやつが、もういつもこんなんじゃないよ、うちの夕飯はって言われる。やばいやばい。寝る前に目覚ましちゃった、みんなのこと絶対。もういつもそうだから、こっちは。いいと思います。明日からあれですね。チャット始まるね。あ、そうだね。ガッタファン。ガッタファン。ガッタファン。わーい。お楽しみに。明日も頑張ろう。頑張ろう。おやすみ。おやすみ。ありがとう。ありがとう、ゆうは。こちらこそありがとう、ゆうな。バイバイ。